1745年のルイブールの戦いは、ジョージ王戦争中の戦闘で、イギリスの支配下にあった、ノバスコシアの奪還をフランスがくわ立て、アナポリス・ロイヤルを放棄したため、イギリス領であった、ニューイングランドの民兵が中心となって、ロワイアル島のフランスの取りである、ルイブールに攻め入ったものである。この戦闘で、ニューイングランド軍は、フランス側の砲台を奪って勝利したが、 戦後のアーヘンの和訳で、ルイブールはフランスに返還されることになった。ニューイングランドの行政官はこれに起こり、また、守備を強化する意味から、ノバスコシアにハリファックスを建設した。ルイブールの攻略作戦図1739年に起こったジェンキンスの耳の戦争は、オーストリア継承戦争へと発展し、1744年にはイギリスとフランスが交戦状態に入った。 最初に仕掛けたのはフランスで、イギリスの漁業地である肝臓を攻撃したため、ノバスコシアのイギリスの支配下にあるのは、アナポリスロイヤルだけになった。1720年代から1730年代にかけても、肝臓はアカディアからルイブールへの補給経路の脅威になっていた。この英物の光線によって、フランスの試略船もニューイングランドの漁船を攻撃した。 フランスは1720年から約2000万リーブルを費やしてロワイヤル島にルイブール、トリデを建設していた。北アメリカ大陸への主要通路であるセントローレンス川への外敵の侵入を防ぐのが目的だった。このルイブールは軍事基地のみならず、漁業や貿易の基地としても発展したフランスにとって、この戦闘はユトレヒト条約によって、 イギリスに割場されたノバスコシアを取り戻す、またとない機会だった。ニューイングランドにとって、フランスの死略船や海軍艦隊が行き来するルイブールは脅威だった。また、1744年と1745年に、ノバスコシアの中心地であるアナポリス・ロイヤルがフランスに包囲されたが、この戦いを起こしたのもルイブールのフランス軍だった。彼らは、ニューイングランドに先んじて、 ヨーロッパの情勢を掴んでいたのだった。中央やや下、オレンジ色の部分が、ケープ・ブレトン島フランスのニューイングランドへの侵攻を恐れたマサチューセッツ総督、ウィリアム・シャーリーは、アナポリス・ロイヤルを守るべく、1744年の夏、アナポリス・ロイヤルの中屯隊に200人部隊の援軍を送った。この知らせを受けたヌーベル・フランスは、アナポリス・ロイヤル攻撃に出るも失敗したが、 イギリス艦を打破して、ルイブールに連れ帰った。これに対抗して、シャーリーは、ルイブールへの攻撃の準備を整えた。フランス軍や、死略戦による脅威を退りぞけるためであった。シャーリーは、艦藻の襲撃の際、フランスに補修されたイギリス兵が綴ったルイブールの脆弱さを強調し、遠征への支援を募った結果、他の植民地から、援軍や軍艦や大砲が提供され、 資金が調達された。肝臓の襲撃中に捕虜となった者たちは、まず、ルイブールに連れて行かれ、そこでの自由行動を許可された。イギリス軍の兵士の何人かが、鳥の形や配置、どのような状態にあるかを、中屯隊の装備や大きさともども細かくメモを取っていたのだった。何年もの間、ルイブールと、密かに取引をしていて、その眼検査を知るニューイングランド住民の懸念はあった。 ものの、ニューイングランドの政界や経済界の関心は高く、多くの略奪品への期待もあり、1745年の2月5日、マサチューセッツ会員は他のイギリス系植民地とともにルイブールへの再度の軍事遠征を承認した。ルイブールでは軍も一般人も恵まれた状況にあるとは言えなかった。1744年の支給物資は少なく、 呂氏は十分な物資がないため、不祥不祥ながら領に出ていた。軍の兵士たちは、肝臓での自分たちの骨折りの結果である、戦利品の一部をもらえる約束だったのに、主官がそれを売り払って利益を得ていると主張していた。この年の12月、フランス軍の部隊は、劣悪な環境と給料の未払いから暴動を起こした。総督のデュシャンボンが、 兵士たちの不満を沈めるために給料を払い、戦利品を取り戻しても、この年の冬のルーブールは、かなりの緊張状態にあった。軍の上層部が、兵士たちに対して強い態度を取れないのが原因だった。デュシャンボンでさえも、いやいやながら、救いの手を差し伸べただけで、このことが外に漏れて、危険な状態となることを恐れていた。しかし、 この危険な状態がまさにボストンで起こりつつあったのである。イギリス海軍士官、ピーター・ウォーレン遠征の指揮官には、ウィリアム・ペッパーレルが選ばれた。ペッパーレルは、キタリーの商人で、マサチューセッツ議会の議員でもあり、キタリーとメインの民兵隊の士官でもあった。植民地の海軍の指揮は、大尉のエドワード・ティングに委ねられた。マサチューセッツ、コネチカト そしてメインの民兵からなる4000人ものニューイングランド軍は13隻のアメリカの軍艦でルイブールを目指した。護衛艦隊はイギリスの艦隊で指揮を取ったのはイギリス海軍士官のピーター・ウォーレンだった。ペッパーレルは肝臓に新しい拠点を作った。流氷がルイブール近辺のガバラス湾から消えるまで待つ間、ここで兵を鍛え5月初めに イギリス海軍の艦隊と合流し、肝臓から旅立った。5月2日、この軍は、ポール・トゥールーズを包囲し、同様に、肝臓からルイブールの沿岸の集落を破壊した。ニューイングランド軍は5月11日、ルイブール南西沖8キロの地点に到達した。ルイブールに上陸するニューイングランド軍、ルイブールは海に面した砲台が多く、高所からの砲撃には弱点があった。 1745年5月11日、ニューイングランド軍を乗せた艦隊がルイブールに到着した。ルイブールには港に加え、キングズトリデ、クイーンズトリデ、同伴トリデがあり、複数の砲台からの砲火が港に向けて連動する仕組みになっていた。トリデは荒れていて、防御にもいくつか弱点が見られた。上陸の2日後、ニューイングランド軍の ウィリアム・ボーハンに率いられた部隊が、ロイヤルバッテリーを占拠した。ここは、ルイブールの外にある、要塞化された砲台だった。また、フレッシュウォーター工部の大砲を、ニューハンプシャーの中佐で、造船工でもあるナサニエル・メザーブが特別に作った、ソリに乗せて移動させ、ニューイングランド軍が築いた砦に据え付けて、ルイブールに向けて、砲撃を開始した。その後、 ニューイングランド軍は試行錯誤を経ながらも、砲台を新たに築き、5月31日には同犯取り出と、その隣のサーキュラーバッテリーに砲弾を命中させた。フランス軍の救援に向かっていたフランス軍艦、ビジラントは、ルイブールを目前にして、イギリスに打破された。これはフランスにとって大きな損失だった。その後、ニューイングランドの大砲が、 ルイブールの城塞にゆっくりと突破口を開いた。2日後、ルイブールの城塞の突破口と、港に押し寄せるイギリスの艦隊を目にしたデュシャンボンは、条件付きの降伏を申し出た。6月24日には、イギリスの追撃砲が、見事に、フランスの反撃を封じ込めた。また、その9日前の6月15日、フランス救援に向かっていた。 ポール・マリンド・ラ・マルグ率いるフランスとインディアンの連合軍がたたまがっち沖の海戦でイギリス軍と交戦し、結局マリンはルイブールにはたどり着けなかった。しかし、ケベックのフランス系カナダ人住民は6月半ばまでニューイングランドの攻撃のことを知らず、フランス本国がそのことを知ったのはルイブールが困窮状態に陥ってからもっと後のことだった。ガバラスワンと 東大幸福下で、中遁隊は名誉幸福の特典として、更新を許され、住民は持てるだけの財産を持って、フランスへ送還された。このことに、ニューイングランド兵は激怒した。任務の見返りとして、戦地での略奪と戦利品を約束されていたからだった。ニューイングランド軍は6月28日、ルイブールに入った。多くの兵は、帰国を望んでいたが、2000人ほどが、 強制的に中屯させられ、翌年にイギリス本国から兵と交代するまでルイブールに留め置かれた。しかし、厳しい気候や不潔な重環境から病気が蔓延し、1745年から1746年の冬の中流で死亡した兵士は561人に上った。ちなみに、ニューイングランド軍のうち、フランス軍相手に戦死した兵士は約100人で、 包囲中に病死した者は30人であった。包囲中に病死した者は気候や水の悪さ、野営の条件の悪さから来る赤痢に感染した者たちだった。ルイブールでの勝利は本国に歓迎され、本国政府にニューイングランド軍の実力を知らしめた。ウォーレンは海軍少将に昇進し、ペッパー・アーレルは順断尺に助尺されて、ニューイングランドの新設連隊の大佐となった。 ニューイングランドの民兵たちにルイブールを奪われた、フランスは、呆然とし、1746年に、ダンビー公爵の遠征を試みたが失敗に終わった。1748年、ニューイングランドの行政官たちは、アーヘンの和訳により、ルイブールがフランスに返還されると知って憤慨した。1749年、イギリスは、ルイブールと均衡を取るため、ノバスコシアに、 ハリファックスに軍港を築いた。その後、フレンチ・インディアン戦争が勃発し、ジェフリー・アマースと率いるイギリス軍が1758年に再びルイブールを包囲して勝利した後、この城塞を破壊した。この勝利により、イギリス軍に翌年のケベック攻撃への道が開けた。ありがとうございます。